これとこれがね、メモリーですけどね。まあ一応抜き差し、してね。まあ大丈夫だと思うんですけどね。で、こっちがね、SSD ね。一応ね、この SSD も、ね、外したり、はめたりね、これカチャカチャ、やってね。まあ、多分違うと思うけどな。まあ、これ一回戻して、どうなるかっていう感じなんですけどね。はい、どうもこんにちは。前回ね、2A のこのミニ PC の、ネットがね、急に繋がらなくなったっていうお話したでしょ。で、LAN のね、変換アダプター使って、なんとかなりましたっていうお話したでしょ。大丈夫になったんですよ。アダプター使わなくてね、ダイレクトに繋いでも元通りにね、なったんです。その繋がらなくなった原因なのかどうかはちょっとわかんないんですけど、1、2週間前からね、起動してからね、どうかな、30秒おきぐらいにね、なんかじりじりキリキリみたいなね、音がね、するようになったんですよ。そんなに大きい音じゃないからね、イオンっていうほどでもないんだけど、なんか気になりだしたら気になるレベルの音なんだけど、よくボードを追加した時とかなんかにね、その差し込みの噛み合わせが悪いと、よくね、ボードのコイルがキリキリ鳴ったりとかする現象あるでしょ。まあ、それかなと思ったんだけど、これ全部オンボードだしね。何も追加してないし、まさかメモリはそんなことないよなと思ったんですよ。こういうね、ミニ PC っていうか、まあ、ノートパソコンと同じような感じでね、デスクトップのやつと違って、なんかスプリングで、強制的にこう、ね、カチッってなるようになってるでしょ。だからよっぽどないんじゃないかなと思ってね、まあ、ちょっと様子を見ようってことでね、ちょっと他ってたんですけど、全然治んないんですよ。でね、どうしようってことで、まあ、ちょっと開けてみるかってことでね、今日ね、横蓋開けてね、メモリをね、一回、2枚入ってんだけど、8が2枚ね。で、16ギガなんだけど、で、それをね、一回外して、はめて、は、ね、外して、その接点がね、ひょっとしたらこうなんかこう、被膜みたいなのできててね、接触不良を起こしてんのかなと思って、ちょっとカチャカチャやってね、で、もう一回戻して、で、今セットしたんですけど、もう30分ぐらい回してんだけど、音ね、完全に出なくなりました。だからね、やっぱメモリの設定不良だったんだね。普通のね、ミニタワーでは1、2回経験したことあるんだけど、まあ、ちょっとミニ PC はね、初めてだからね、今回がね。やっぱこういうのでもあるんだなってことでね。まあ、もしね、今、この、まあ、2way に限らず、こういうミニ PC でね、ひょっとして、なんかちょっと音が気になりだしたよっていう人はね、一回メモリーをね、ちょっとカチャカチャやってみるとね、いいと思いますよ。まあ、僕の場合はそれで治りましたからね。全然出なくなりました。これ今、音静かでしょ？ね。まあ、たまにカフカかけるとね、ファンが回り出したりする音はするんだけど、通常はね、こんな感じでね、静かですんでね。はい。一応今日はご報告ということでね、2way のミニ PC、ネットもね、元通り、アダプター使わずにダイレクトにつないでも、元通りね、つながるようになりました。で、チリチリ、なんかコイル鳴きみたいな音もね、メモリの、こう、差し替えっていうか、カチャカチャやってね、治りましたんで、まあ、もし同じようなね、症状の人はね、一回やってみるとね、いいんじゃないかなと思いますよ。はい、2way のミニ PC の不具合が治りましたというお話でした。